ウィリアム・マクギリブレー、ウィリアム・マクギリブレーは、スコットランドの博物学者、鳥類学者である、オールド・アバディーンに生まれた。ハリス島で育った後、アバディーンに戻り、キングス・カレッジに入学し、1815年に卒業した。医学を学んだが、医学の学位を得ることはなかった。1823年に、エディンバラ大学の博物学教授、ロバート・ジェームソンの助手となった。 1831年からエディンバラ王立医学校の博物館の学芸員を務めた。1841年からアバリーンのマリスカル大学の博物学の教授を務めた。アメリカ合衆国の鳥類学者、ジョン・ジェームズ・オーデュボンの友人となり、教著でアメリカの鳥類の関連書、鳥類の生態を出版した。オーディボンはアメリカシクイカの種にマクギリブレーにちなんで、 マクギラベリー S オーベラーと名を付けた。マクギリブレーはコルバスコーニックスとハシボソガラスの差異を認識していたが、ズキンガラスは長くハシボソガラスの足として扱われてきた。2002年に DNA による研究から種として扱われるようになった。息子のジョン・マクギリブレーは世界就航したラトルスネーク号に 博物学者として乗り込み報告書を書いた人物であり、別の息子ポールは植物学者になり、アバディーンの植物についての著作を残した。エディンバラ・ジャーナル・オブ・ナチュラル・ヒストリーアンドオブ・ザ・フィジカル・サイエンシズに掲載された著作の図版ヘンリー・ウィザムの1833年の著作ザ・インターナル・ストラクチャー・オブ・ホッシル・ベジタブルズ・ファウンド・イン・ザ・カーベニファース・アンドリー・トック・ディ・パシッツ・オブ・グレート ブリテンの図版を描き、ザ・コンコレジェスト、エステキストブックの改訂も言った。W. マッキルは、植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム・マクギリブレイを示すのに使われる。ありがとうございます。